クトゥビリアモスクに建設され、後にラバトの破産塔となるセビリアのヒラルダのモデルとして使用された。モスクの名称は図書館員を意味するアラビア語のアルクトゥビーインの由来するものである。これはかつてモスクが本を売る人々に囲まれていたためであった。モスクはこの種の建築においては重要なものの一つと考えられている。塔は高さ69メートルあり、 側面の長さは12.8メートルである。6つの個室は内部を構成し、無ジ人がバルコニーへ登れる要素の周りに傾斜路が設けられている。建物は伝統的なム阿ヒド町時代の様式で建てられており、4つの銅の球体で装飾されている。伝承によれば、これら塔の上にある4つの球体は最初純金でできており、3つになる前提だった。しかし、 ヤークーブ・マンスールの妻がラマダン中の断食をしなかったことへの代償として、彼女は自身の黄門の送信具を溶かし、四つ目の球体に当てがったと言われている。上日のトーリクトゥビーヤモスクのミナレットは、セビリアにあるヒラルダのモスクのモデルとなったが、その後そのモスクをさらにモデルとして、スペインや東ヨーロッパに多数の教会塔が建てられた。その後、 アメリカ合衆国やロシアでも多くの建造物がこれらをモデルとして建設されている。ありがとうございます。